吉田さん、神頼みですね。私もね、神頼みをすることはまあまあありますね。まあでもその前に、俺、神様は俺精一杯やりましたと。これでダメだったら、神様恨みませんって感じで言いますよね。むしろ、これだけやらせてもらった自分の前向きな精神力とかね、それに耐え抜いた体を授けてくれてありがとうっていうふうな感謝を言いに行くかな。と思いますね、まあ、神様っていうのは白いひげを生やした白い着物を着た杖を持った人みたいなイメージありますけども、神様っていうのはなんかこう鏡みたいなもんで自分の姿がそのまま映るんじゃないかなと思うんですよ。で精一杯やったらやっぱりねなんか希望通りにしてあげたいなと思うんですよね。でも生半可だったり神様任せだったらまあ言うこと聞かないんじゃないかなと思うんですよ。ですんで神様も俺精一杯やりましたよと、これでダメだったらもうしょうがないです、本当ありがとうございましたチャンスいただいてみたいな感じですよね、そういう拝み方はするかなと思いますね。まああなたはどうでしょうか。神様に報告できるほどに神様にお願いできるぐらいにやってますかね。それこそ神のね動きをしましたかってことなんですよね。まあやればできるしできれば掴めると思います。人間の欲望って本気で叶えたいと思ってるものってそんなにね大したことはないですからね。3食おいしく食べたいとかね今日もお風呂に入りたいとかそのぐらいだと思うんですよ、いや逆にそれすら手に入らないっていうのは何やってるんですかって言われちゃいますよね。それすらできてないって何やってるのと。5体満足で産んでもらって人に文句の一つも言えるぐらいに精神あるわけですよね。人に食いついたりとかねクレーム入れたりねケチをつけるぐらいの精神力があるなら、まあ、それを自分の内側に向ければそのまんまゴールインしちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。どうですかね。いってらっしゃい。